ビーマースイングは長さ調整の容易な2ポイントスイングです。銃を使用しない際は体にぴったりくっつけることができるため動きやすくて疲れにくく両手が自由になります。また調整幅を大きく取るためにあえてショルダーパッドをつけておりません、小柄な女性やサブマシンガンなど、小さな銃にもお使いいただけます。それでは使用方法を少し解説させていただきます。まずはクイックアジャスト、呼吸に指をかけて持ち上げて銃を引っ張ると線長が伸びます。銃を持ち上げて外側のテープを引っ張ると縮みます。次はショルダートランジションについてです。ショルダートランジションをする際、最短距離で銃を移動させようとするとスリングが脇に引っかかってしまいます。ですので一旦銃を前に出してスリングを首にかけましょう。こうすることでスムーズに肩を入れ替えることができます。次は銃を背中に回す際のポイントです。スリングを縮めたらストックを掴んでグリップやマガジンを体から離し背中に回します。自分の胴体が中心軸であることを意識するとやりやすくなると思います。戻す際はストックを掴んで胸まで持ってくるだけです。最後はウェポンキャッチャーの止め方についてです。銃やカスタムにもよりますがグリップを上向きにして止めていただくとストックが足に当たらなくなるので、動きやすくなると思います。それでは装着方法です。スリング末端のテープをスリングスイベルに通して2つあるアジャスターを使って固定してください。余ったテープは、ビニールテープなどを巻いて留めていただくか切り落として末端をライターなどで炙って処理してください。お持ちの銃にスリングスイベルがない場合は付属の D 缶を使用してください。パラコードをハンドガードの穴に、固定したり、長いパラコードを取り替えてレールに結びつけることもできます。レールに結ぶ場合は、ひばり結び、携帯電話のストラップと同じやり方ですね。あちらでやっていただいて結構なんですが、二重にして2回ひばり結びを繰り返すと緩みにくくなっていいかもしれません。ただしどちらの方法もですね、パーツにエッジが立っているとパラコードが擦り切れる恐れがあります。ご注意ください。コードの長さが足りない場合、1メーターのコードを付属しておりますので取り替えてご使用ください。出荷状態ではハングマンズノットで結んでおります。結び方はまず、コードを2つ折りにし D 缶に通します。で、この状態でさらに三つ折りにしてぐるっと一回巻きつけます。本来は 4,5 回巻きつけるのですが、今回は1回で十分です。そうしましたらこちらに小さな輪っかができていると思いますので、そこに末端を通して締め込んでください。最後に大きな輪っかと末端を交互にしっかり敷いて完成です。先ほどのレールに引っ掛ける方法なのですが、このように1回ひばり結びをしていただいてもう1回巻いていただくと溶けにくくなります。 MP7 などスイベルリングが非常に小さい場合はパラコードを解いて1本だけ通して結んでください。結び方はもやい結びが便利です。逃げならともかく10くらいなら12分に支えられる強度があります。まず右手でコードを右にねじって回転させて手前側に輪っかを作ります。そうしましたら先端をスリングスイベルに通しこう唱えてください。穴からウサギが飛び出して右から左に木を回り元来た穴に飛び込んだ。こうしていただくともやい結びができます。紐を結ぶ際はですね、強度が落ちないよう直径の10倍の長さを余らせてください。付属のコードは4ミリ径ですので4センチほど余らせましょう。余分な場合は切り、ライターなどで炙って処理して完了です。次は、ウェポンキャッチをスリング本体に取り付けます。スリング本体の、裏側にですね、マジックテープが1箇所縫い付けてありますので、こちらにペタッと貼り付けてください。そうしましたら余った部分はこういうふうに
折りたたんでいただくとかさばりません。それでは次に先ほどのアタッチメントをカチッと音がするまでスリング両端に取り付けてください。それでは、スリングを体にかけて銃口の向きに注意しつつストックと、樹脂バッグを持ってカチッと音がするまで差し込んでください。あとは銃を構えてスイングの長さを調節します。調節する際は、クイックアジャスト機能ではなくてもう一つ、あるアジャスターを使用して長さを調整していただければと思います。